クリストフ・シャソル、あるいはシャソルは、フランス出身のミュージシャン、作曲者、編曲家、音楽監督である。シャソルは、フランス領マルティニークで1976年に生まれた。4歳の時に、パリ国立高等音楽、舞踊学校に入学し、16歳までそこで学んだ。その後、奨学金を得て、バークリー音楽大学で教育を受け、2002年に卒業を。 この頃までに映画やテレビ番組、広告のための作曲活動を行うようになる。また、1994年から2002年の間には、フェニックスやセバスチャン・テリエのアルバム、ポリティクス、アシット・ウォッシュと、ケレニ・アンラ様々なミュージシャンのプロジェクトに参加した。自身の創作のインスピレーションについて、イーゴリスト・ラビンスキー、スティーブ・ライヒ、エンニオ・モリコーネ、ザ・キュアー、 マイルス・デイビスといった名前を挙げている。2011年、自身のピアノ・キーボードとローレンス・クレイのドラムスによるライブパフォーマンスを行う。このライブでは自身で撮影したノーラ・シェリーというニューオーリンズでのフェスティバルを映した映像と合わせて披露された。これは後に、トリカテルによってノーラ・シェリーとして DVD と CD でリリースされた。2013年、アルバム インジアモレを CD と DVD で発表。インドのコルカタとバーラーナシーで2012年の6月に撮影された映像をもとにシャソルがサウンドとイメージのミックスを行った。2014年フェアセレクションとディザーアダミアワードを受賞。2015年アルバムビッグサンを発表。シャソルの故郷であるマルティニークの映像をもとにサウンドとイメージのミックスが行われた。 シャソル自身はこの映像とその音声及び楽器等による和音をミックスする手法をウルトラミックスと呼んでいる。シャネルの2015年12月のメティエダールコレクションではこのビッグ3からの楽曲だけでショーが行われた。シャソルの作品は自身で撮影した様々な国の姿勢の人々の歌声や話し声を編集し、そこにピアノやキーボードで ワオニやメロディーを足して映像、音楽作品として仕上げるものである。もともとは YouTube にアップされた様々な映像から自身の音楽作品を作ることを着想して始めたことだとシャソル自身は語っており、例えばバラク・オバマ大統領の演説を楽曲にアレンジしたオバマ・ハーモナイズド・バイ・シャソルなどをアップロードしている。日本へは2度公演のため来日している。2015年に 東京、飯田橋のアンスティチチフランセで2016年の8月にビルボードライブ東京と大阪で講演している。ありがとうございます。